はい、えっと、北海道教育大大学の大滝です、えっと、今日は SRPTE という、まあまあ、最近探究型の教育っていうのが、まあ、ますます学校に求められてきているような状況ですけれども、まあ、そうした時に、まあ、教師教育で何ができるのかとかどういうことをしたらいいのかとか まあそういうことをまあ考えるための一つの視点として、SRPE というのをちょっと紹介したいと思います。SRP というのはあの探究型の学習のことのえ学習のですね、教授人間学理論という視点でやるんですけど、今日はそ。その視点から見た言い方なんですけれども、TE というのは teacher education で教師教育です。でその教師教育と探、まあ型のその探点型の 学びとの関係みたいなものを。まあ研究したり、作ったりするための視点を今日は。ご紹介したいなと思います。よろしくお願いします。<laughs> です。えー、っと、まあ、今日その A. T. D. の視点でやるんですが。まあ、ちょっと基礎的、ちょっと、えー、っと。教師教育にそれを。 使ううっていうのはちょっと応用的なところなので、ちょっと ATD の基礎みたいなところもから説明したいと思います。で、最初に、教授学が何を研究するのかっていうところの話からしたいと思います。で、かまあ、一般的にですね、科学っていうのは何らかのその研究すべきシステムというか、その科学固有の、科学領域固有の研究すべきシステムみたいなのを持っていると思います。 まあ、例えば宇宙っていうシステムとか、えーまあ、人体っていうシステムとか、まあ、あとは言語っていうシステムとか法律っていうシステムとかまあそれぞれ研究したいシステムがあってじゃあ教授学っていうのは一体何を研究したいシステムと考えるのかっていうと、まあ、非常にざっくり言ってしまうと授業ですね授業っていうのが研究するシステムになってくるでちょっと授業っていうとただ少し あの対象を狭く言い過ぎてる感じがあるので ATD でそれを教授システムって言ったりします。で教授システムの一番簡単な特徴付けっていうのはそれがどういうシステムなのかっていうと,、えー、と誰かが、えーえー、と誰かに何かを教えるっていうことですね。な誰か人が1人誰かが誰かに何かを教えると そういうものが教授システムですよっていう考えたときに、そのシステムっていうのは、まあ簡単な三つ組みでモデル化できます。で、X っていうのが生徒の集団。で、Y っていうのが、えっ、ー、と、先生の集団。で、ハートというのが、えっ、ー、と、まあその何かをですね、えっ、ー、と、学ぶ内容になります。で、これは、 ま,あまずは教室を思い浮かべればいいんですけれども、それだけに限らないいろんな可能性があったりしますが、まず教室ですね。えっと、これカーソル見えてますかね。で、まず普通の数学の授業を考えたときには、えっと、まず生徒がたくさんいますね。まあ、40人とかいるんですかね。今の日本の授業。そうしたら、まあ、X として生徒の集団がいて、先生は1人なので、まあ、小文字の Y で書くとして。 で、そこで、えっと、学ぶべきもの、教えられるべきものっていうのは、えー、っと、まあ、これ知識の小作品って書いたんですが、まあ、これも ATD っぽい、ちょっと比喩的な言い方なんですが、まあ、何らかの数学的な概念とか、数学的な方法とか、そういったものが学ばれると。まあ、こういうふうに、今の学校で行われている授業っていうのは、モデル化されると。 でも、ただその教授システムっていうのはこれだけではなくて、いろんな可能性がありますよということで、まあ次はその授業で宿題が出たってことを考えましょう。宿題を家で各生徒がやるシステムっていうのを考えると、えー、っと、まあまあその生徒がいて X、小文字の X が入って、まあ先生いないので、まあこれはちょっと、まあちょっと大げさですけど、空手号のマークをまあつけていて、で学ぶべきものは、えー、っと、まあ大体問題がたくさん出ると思うんですが、まあ何か学んだね、作品についての 練習問題なんかが宿題として出るっていう。まあ、こういうのが宿題やるような状況ですね。まあ、場合によってはあの保護者が教師として入るようなことも、まあ、あるでしょうで。次、家庭教師ですね。家庭教師はどういうようなシステムかっていうと、まあ、子供が1人いて、まあ、その家庭教師が1人いてで、何か教えるとその日のもので、こんな風にモデル化できます。 でもうちょっと見てみましょう。えー、っと、SRPT、ちょっと大学の授業の話も関わるので、ちょっと大学の方にも目を向けてみましょう。じゃあ、大学の数学の講義っていうのは、ちょっとモデル化しようと思うと、えー、っと、まあ、学生がたくさんいます。まあ、これの数っていうのは、本当に講義によるんじゃないかなと。ただ、先生は、まあ、1人で,で、そこで学ばれるものっていうのは、まあ、小さな数学の作品というよりは、まあ、大きな理論を何か学ぶっていうような話に、大学では移ってくる。 でさらに数学のゼミなんてのを考えると、まあ私経験ないんですけどあのす、卒業研究で数学ゼミに所属したことはないんですが、まあ話を聞く限りですと、まあ先生が一人いて、生学生が一人いて、何か一つ本を決めてそれをまあ読むっていうのが、えー、まあなのでその,その本自体がまあ,あの教授争点になったりするわけですね。なのでこれがまあ数学のゼミの。 状況のモデルという,ふうにえ、まあ、言えますであとは、まあ、領域なんでもいいんですけどまあ博士号のプロジェクトなんかを考えるとそこにはスーパーバイザーが1人ないし2人なんかいてまあ学生は1人でそこでは何らかの問いが教授争点として置かれてまあそれの探究が進んでいくっていうまあそういったようなうんと まあ、教授システムになると。卒業、えー、PhD のプロジェクトとかですね。で、ここでは、えっと、何か学ぶべき対象があるというよりは、問いについて考えることが、えっと、学習の目標になっていくということになります。で、まず、あの教授学の対象として、えっと、教授学の、まあうんまあ、考える 対象について話しましまたで次にですね、じゃあこの教授システムっていうのは、えー、っとどういうものに影響を受けているのかっていうので、まあ、こういういろんなスタイルがあるっていうことは、まあ、何かの作用によってそのスタイルが変わるわけですね。でそのスタイルを変える時の,その大きい,なんていうかファクターというか、えーっとまあ、条件ですね。条件についてちょっと話を移していきたいと思います。でその時に みたいなのがですねこの教授パラダイムというものですまあ、いろんな影響で教授システムの形態というのは変わると思うんですけどまあ、大,大きな要因の一つとして教授パラダイムの影響がありますで教授パラダイムっていうのはまあ、これパラ,パラダイムっていうとちょっとあの科学革命とかそういうのが思い浮かべられることが多いかなと思うんですけど多分すぐ 日本の日常語的にパラダイムというとそんな感じだと思うんですがあんまりそういうニュアンスはあの、まあ、なくて、えーまあ、非常に簡単に言えば学校とは何をするところかということに対する答えですね教授パラダイムというのはそういうものについての、えーまあ、考え方のフレームワークのことを教授パラダイムって言いますで特に、まあ、おし学校で何を教えるべきなのかとか そこでどういう指導法が取られるべきなのかとかそういうものについての、えー、と枠組みですね世界観のようなものを教授パラダイムというふうに言いますで大きく分けて教授パラダイムには2つの種類があって1つは作品訪問パラダイムというものでまあこれも比喩ですけれどもでこのパラダイムにおいては学校っていうのは 何をするところかっていうと学校っていうのは勉強するところですよっていうような考え方で勉強って何を勉強するのかって言ったら、まあ、知識の小作品をたくさん勉強するようなところですよなので数学で言えばいろいろな概念とかテクニックとかそういうものを、えー、っと勉強するのが学校というところなんだっていう考え方ですね で、生徒はまあそういうふうなものを学びに行くんですけど、じゃあ先生は何をすべきなのかっていうふうに考えると、えっと、このパラダイムの中では先生っていうのは基本的にその各小作品をあの分かりやすく解説するのが仕事なんだというふうになってきます。で、えっとまあこれが訪問っていうところの比喩的なところで、まあその記念碑をあの生徒っていうのはツアーするので、まあツアーガイドのような形で各 数学の概念とかに行ったときに、これはこういうものですとか、そういうのを紹介するのが、えー、と作品訪問パラダイムの基本的なうーん、まあ、学習観というか、教授観になります。 で、もう一つ、教授パラダイム。まあ、これが、あの、最近、どんどん影響力が強くなっているという話なんですけれども、もう一つは、世界探求パラダイムというものです。で、これは、どんなものかというと、学校っていうのは何するところですかと聞かれたときには、学校っていうのは研究するところですというような言い方に、えっ、ー、と、変わってきます。で、そこで教えるべき内容っていうのは、まあ、知識の小作品というよりも、問いですね。 問いを探求することが、えっ、ー、と、教授システムの目標になってきて、そこで、えっ、ー、と、行うべき指導法っていうのは、えっ、ー、と、何かを教えるというよりは、えー、まあ、補助する、まあ、えっ、ー、と、まあ、卒論とか修論とか博論のスーパーバイザーのような、一緒に研究するようなことが、えっ、ー、と、求められる指導法になってきます。で、えっ、ー、と、 世界探求パラダイムが最近どんどん影響力が強くなっていると言ったんですが、まあ、その様子っていうのは日本の数学教育の中でもいろいろ見られていて、えー、例えば、えー、SSH が設けられるとか、まあ、総合的な学習が設けられるとかまあえー、っと あとはそうですね、まあ、課題学習とかその辺のとあと最近の高校では課題探究とか理数探究とか、えーとまあ、ちゃんとした名前ちょっと分かんないですけどそういう探究的なことがどんどんカリクラムとして強調されているというのは、えー、皆さんも実感としてあると思うんですがそういったものが、まあ、一つこういうパラダイムが変わってきていることの影響なんだということです。<laughs> なので非常に雑な図式で表すとですね、今の,その学校教育教、数学の教授システムを取り巻く環境っていうのは、まあ、左から右に移ってきているような状況ですね。えーまあ、一番下に、まあ、授業があって、授業の争点っていうのは作品から、小作品から問いになってきていると。で、その学校と社会の間に、まあ、これは、まあ、文科省とか、 ATD だとヌースフィアとか言ったりするんですが、その学、えー、っと、指導をマネージメントする人たちがいて、その人たちっていうのがどういう考え方を持ってるかっていうのが、世界、えー、っと、作品訪問パラダイムから、えー、っと、世界探求パラダイムに移ってきている。で、そこから学校にいろんな要請が来る。まあ、こういうカリキュラム見せてくださいとか言ってで、で、授業にえ、授業の形態が変わってくると。で、なんで世界探求パラダイムに変わってきているかっていうと、まあ、もちろん社会の影響が あったりするわけでまああんまり大げさな話をするつもりはないですが、うん、まあ今時ののんというか新自由主義っぽいとか社会資本主義がどのころとかまあそういうようなグローバル化とかそういうような大きな流れの中で新しい事業の様子が求められるようになってきているということになりますまあこれも ATD の枠組み使ってるんですがや,やや簡略化して書いてます。 でえー、っとちょっと抽象的な話になったので、もう一回教室の話にしましょうで。ちょっとここで教授契約っていう話をしたいんですが、教授契約は、えーっとまあ、これ ATD というのはフランス教授学の理論の一つなんですが、教授契約というのはそのうちのもう一つというか、まあ、フランス教授学の先駆けみたいな理論で、えー、教,授学教授状況理論というのがあって、そこでまあ提唱された概念ですが、 うんとまあ、教室にはいろんな約束事があるという話で、まあ、社会契約の教室版ですね授業版になります。で、えっと、この教授システムの種類が変わるとですね、えっと、ものすごく約束事も変わってくるという話で、えっと、まず、えっと、作品訪問の教授システムにおける 大きな約束ごと3つ紹介したいと思うんですが、あ、えっ、ー、と、一応お断りしておきますが、これ、どっちがいいとかそういう話ではなくて、こういうものですということです。で、まず、全ヘルバルト制の約束ということで、えっ、ー、と、まあ、探求するように指示された問いだけ探求するっていうのが今の教室の約束ごとですよね。うんと、で、まあ、それの対義語はヘルバルト制ってなるんですが、えー まあいいか。その次に話します、それは。で、もう一つが、抗、え、体、ー、認知性の約束ということで、まあ、これはその問いに答える、まあ、今の授業でもたくさん問題出されて問題解いたりする機会っていうのはあると思うんですけれども、まあ、その問題解くときに、どういうふうにもん問題、問いへの答えを出していくかっていうところについての約束ことで、えっと、この小作品をツアーする 教授システムの約束事だと、ここではすでに知っていることを使って答えを出さなきゃいけないという約束事が強くあります。でそれというのは、えーっと、試験で非常に強烈に出てきますね。何も見ちゃいけない。教科書,教科書ノートさえ見ちゃいけなくて、自分の頭になることだけでなんとかしなきゃいけない。これが一つ大きな約束事で、3つ目の約束事なんですが、まあ、これちょっと訳すのが難しいんですけど、 えっと、エソテリシティの、えー、エソテリシティですね。エソテリシティの約束っていうことで、えっ、ー、と、これ、エソテリックって密教的なとか、そういう言葉なんですけど、まあ、おそらく、えっ、ー、とピカ、ピタゴラス学科とかからなんか来てるのかなっていうのがあって、まあ、そこではなんか、えっ、ー、と、エソテリックな人たち、これから学ぶ、えー、と人たちと、 知識を収めたマスターみたいなものとしてエグゾテリックな人たちっていうのがいてなんか階級があったみたいなんですよねでなのでここではですねあのエソテリックを目指すっていう約束事があるわけですね決められた内容があってそれをマスターすることがまあ学習なんだというような約束事があると。 まあ免許改善という言い方がいいのかよ,よく分からないですけれども、一,、まあ、一応こういう無理やりな日本語を当てています。で、まあ、これ反対のことを見るともうちょっと内容がよく分かると思うので、じゃあ次に9の、えっと、問いの教授システムの話をしたいと思うんですが、まずこの問いの教授システムにおいてはですね、えっと、まず問いに出会ったらできる限り探求するっていう、まあ、これヘルバルト制の約束ということで、まあ、先ほどの場合だと問いが出てきてもですね、先生がなんか、 探求しなさいって言ったものとか、探求してほしそうなものとか、そういうものだけしか探求しないわけなんですけれども、まあ、この新しい教授システムでは、まあ問いまあ、自分がいろいろ問いをね出したりすることもあると思うんですが、であったらなるべくそれを探求する、できる限り探求するっていうことが約束事になっ,てなってくる。あとは全身認知の約束っていうこれはプロコグニションですね、さっきのはレトロコグニションなんですが。 全身認知の約束ということで、なので先ほどの場合だと、自分の知っていることをだけを参照して問いに答えるっていうような約束だったんですが、今度はそれを大わっ変わって、えっと、まあ先行研究ももちろん参考にしていいし、これはまあ先人の答えを参考にするということですよね。あとは、うんと、そうですね、あと小作品の教授システムだとですね、 求められる答えというのは結構先生が答えてほしいものに制約されて、ままあ、免許改伝というところも関わるんですが、制約されていたりするんですが、この場合は、ね、自分なりの納得のいく答えを出すというのが大事,に大事な約束ことになってくるで、3つ目が、えっとまあ、エソテリシティの約束、門、まあ、外観の約束ということで。 えっとこれは、えっと、まだ知らないことでも必要とならば新たに勉強するっていうことですね。えっとまあ、今の学校教育の場合はもうすでに決められた内容があってそれをマスターするのが目的になって、えーまあ、新しいことを勉強しようとは基本的にはしなくて、まあ、あのひどい場合にはまだそれ習ってないでしょって言って怒られたりしたりするわけですね。だけれどもまあ あの新しい教授システムだとそういうことじゃなくて知らないならどんどん自分で勉強するっていうことが、えー、と大事になってくるということです。で、えー、と今度は、えっ、ー、と、党員の教授システム XYQ にあの特に焦点を当てていきます、ここからは。 でそこで行われる探究というのが一体どういうものなのかっていうのを、えー、ATD でこのヘルバルト図式ってさっきのヘルバルト製ってところから来てるんですけどヘルバルト図式という,、えーとまあ、うん奇妙な企業で書きます、まあ、奇妙ですが別にあの特に大したことを言ってるわけではないので別に、えー、と心配しなくていいんですけれどもまず教授システムがあります で、えっとそこから何か答えを出します。A っていうのは答えの A です。で、ハートっていうのは自分たちの答え。ハートのこの教授システム自前のという意味でハートですね。で、この M っていうのが、えっと、教授ミリューまあミリューもフランス教授学の独特の言葉なんですけど、まあ、このミリューっていうのは、探究に使う道具の集まりですね。でこれ なので、Q、えー、の教授システムが未流、えー、をいろいろ準備して自分たちなりの答えを出すというようなことをモデル化しています。で、教授未流っていうのは今、探究の道具って言ったんですけれども、まあ道具、道具っていうとどうしてもなんかパソコンとか電卓とか、そんなのはイメージされるかもしれないんですが、そうではなくて、ここであの道具って言ってるのはあの知,的な知的な道具です。 でその中身っていうのは4種類のものがあって、この A ダイヤっていうのが先行研究の答えですね。なので自分が使えるかもしれない答えたち。で、この W っていうのが、まあ、その先行研究に含まれているいろいろな数学の、まあ、ここでは数学の探究を考えるので、数学の概念とかテクニックとか証明とか、そういったものの集まりを、えー、と W って書いてます。 で、Q っていうのは新しく生み出された問いですね。あの先行研究を見ながらいろんな問いが生まれてくるというのはよくあることだと思うのであ。なので、ここはご自分の探究をこうイメージしながら聞いてもらえると多分分かりやすい。教室を,イメ教室を想像するよりも、自分が何か探究した経験を思い浮かべるといいかなと思います。まあ、それは卒業研究なり、自分の教授学の研究なり、数学の研究なり、分野は何でもいいと思うんですが。 まあちょっと雑にしましたけど、まあ問い。あとこれデータですね。データの集まり、データセットの集まりのがあると。それをまあ、まあちょっと集合論風に書くのがまあ ATD の伝統になっています。で、SRP というのは何かというと、えー、っと、まあここでスクリプトの S って書いてるのがまあ問いの教授システムだとすると、まあそれが、えー、っと、どんどん 未利を作って、自分なりの答えを作ってっていうのをこう繰り返していくっていうような、そういうようなものとして SRP っていうのは捉えられます。まあ、どん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 、まあ、自分が満足いくまで続けていくっていう,う,ということですね。 まあただこの辺は研究の監視にもよるので、これ全体の流れを非常に要約した形で一つのヘルバルト図式で書くときもありますし、まあ、この辺はどう,いうどういう規模で研究したいかにもよると思うんですが、まあ、SRP というのは大体こういう、えっと、流れで進んでいくもの。でその SRP を考えるときに、まあ、普通の授業と大きく異なるのが、えっと、問,いの問いと答えのおかが大事にされるというのと、メディアと未流のおかが大事にされるということで。まあ問い と答えのほうかちょっと,、えー、ともうすでに話がされているような感じもありますが、まあ、自分なりに問いを生み出してそれをどんどん自分で答えていく、えー、とその全ヘルバルト制の約束の中では、えー、と自分が生み出した素朴な問いとかあの気になったこととか基本的には全部無視しなきゃいけないんですよね教室の中ではで先生がやってほしそうなことを問いに対して あるいは先生があの今日はこっちに行きますとか言って方向づけたような問いしか基本的には探求されないんですがここでは自分なりの問いを生み出すそしてそれに自分なりに答えでまた問いが生まれてくるっていうようなことが結構重視されると、まあ、こういうのを問いと答えの王冠って言いますでまあこれ王冠っていうのはダイアレクティックのや、えー、と訳語でまあ弁証法って普通日本語にするときは言うんですがまあただ えっとまあ、王冠っていうのは実態に即しているかなと私も思うので、まあ、王冠っいう言葉にまあそのまましてます。であと、メディアとミリューの王冠っていうのは、これは、ミリューはさっき言ったミリューですね。でこれメディアっていうのは、ミリューとっていうのは道具、探究に使う道具で、えっと、メディアというのは情報源のようなものです。えー まあね、今はネットを探求するときネット見るのは普通ですよね。我々研究するときもネットで検索して、先行研究ないかなとか調べたりするし、まあ、あとは本とか、まあ、えー、っと、まあ、本っていうのは、まあ、研究所もあれば、まあ、新聞みたいなのもあるし、まあ、いろんな、あとは先生なんてのもメディアの一つですね。そこから情報が得られるっていうような意味で。でそういうのはいろんな情報源があって、えー まあそれと未流と行ったり来たり、情報源から情報を得てそ、得た情報について考えたり、それを使って何かしたりとか、そういうのを繰り返すというようなのが、メディアと未流の王冠というふうに言われています。で、普通の授業ですと、あのまあ、基本的にはメディアに自分から行く活動というのはあんまり行われなくて、えーまあ、先生に与えられた未流でなんとかしのぐっていうようなことになっていくと。 この辺が大きく違うということになります。で、だいぶ抽象的な話が続いていたので、ちょっとここで、まあ、じ事例を見たいと思うんですが、えー、これ自分の授業でもよ,よく使うんですけど、あの4つの4のゲームっていうのは多分結構有名だと思うんですが、小学校の教科書に載ってたりもするのかな。 思うんですが、まあ、4を4回使ってあと計算をうまく組み合わせて狙った数字を作るっていう、まあ、ゲームがあっておそらく小学校の教科書に載ってるのだとなんか0とか1から10まで作りなさいでちょっと10でずるしないと作れないみたいな話に、えっと、なってくるんですけどまあこれ、まあ、こんなのを探究の最初の問いとした時に、えーまあ、どういう問い 短期化進むかっていうとまあどんどん作っていって作れなくなってじゃあどんな計算が認められるんだろうとか、まあ、そういうのを考えて、まあ、ネットでググったりするといろいろ出てくるので、まあ、例えば四則演算だけじゃなくていろんな問いが認められるんだなっていうのが分かってきたりしてあとは各数字のいろんな作り方がネットで出てきたりしますでさらにあの、まあ、一般的に好きな数を作る方法なんていうのもちょっと調べれば 出てきたりするのでそのまあじゃあどうやって作るかとかああじゃあこれでできるのかってなってじゃあなんでそれでできるのかっていうのをまあ考えたりとかそういうふうに問いと答えが横還していってさらにはメディアを見ることと探究っていうのがメディアを見るってことと、まあ、未流で自分で考えるっていうことが相互に起こっていくというような、まあ、そういうようなことがまあ非常に雑ではありますが探究になってくる。 今までお話したようにですね、えっと、問いの教授システムではあの、問いっていうのが非常に大事になってきます。で、その問いがですね、どれぐらい大事になってくるのかっていうのは、結構いろいろな種類があるので、ちょっと紹介しておきたいと思います。でまあ、これさっきの,あの はしごみたいな図の簡略版なんですが、世界探求パラダイムがあったときに、その下に、えー、といろんな、えー、と知識のサイズがこれ書いてあるんですけど、教科、まあ、ここは教科っていうのは数学って考えてくれたらいいですかね。で、領域っていうのは、えー、と学校教育だと、まあえー、と中学校まで4領域にしましょうか。4領域あって、4種類の領域があると。で、これ、区域っていうのは、そうですね、まあ、各学年の その領域って感じですかね。各学年のその領域。で、この主題っていうのは単元ですね。単元ぐらいの話で。で、題材っていうのは各授業。まあ、それぐらいの知識のサイズ感で考えてもらったらいいんですけど。で、その時に問いがどういう理屈で決まっていくのかっていうのをこれちょっと表してるんですけど。で、さっきまで私が述べた SRP っていうのは非常に極端な場合は、えっ、ー、と、 まあ、教科には全然縛られないっていうようなことですね。これファイナライズドっていうのは何らかの目的があるかっていうようなことなんですけども、これ、その脱ファイナライズされてるわけですね。で、この場合は全然教えたい数学ってとか、全然想定されてなくて、まず問いがあって、で、その問いに必要な学問がその下にくっついてくるっていうような。なここは一般的なものでいいわけですね。あの、なぜ戦争が起こるのかとか。そういうような。 話で非常に一般的な問いが来たりする。でもうちょっとあの知識の力が強くなってくると、それがだんだん目的づけられてきます。で何か学ばせたい内容が出てくる。でそれについては、このファイナライズ SRP って言ったりします。特定の領域とかを教えたい。でなので、数学であって、えー、と大数学であって、問いが生まれるとか。 なので、台数を教えたいけど、じゃあそれを教えるためにどんな問いをやるのかとか。まあそんなふうに、ある種の優先権がこっちにあってそ、それを教えるための問いを決めるみたいなことになってくる。で、さらに下がってくると、えー、っと、区域があって、まあ今、台数って言ってしまったので、えー、っと、まあなんか対象群の領域があって。 でまあ、それについて、それに教えたいというので問いが決まってくるとか、まあ、そんなような話に、まあ、浜中先生とやった研究の話ですが <laughs>、になってくると。でこういうのは、S、Study and Research Activity っていったりしますね、SRA。でまあ、こういうような、えーっとまあ、知,識知識と問いとの関係で、問いのステータスみたいなのがいろんな種類があって、なので、探究の目的にもいろんな種類が出てくるというような話です。 で、この考え方で見てくると、えっと、作品訪問パラダイの場合の問いのステータスみたいなのも考えられます。で、題材。なので、これ、今度は、あの、単元があって、その単元を教えるための、えー、っと、題材授業ですね。ちょっと、ウィンドウがかぶさって見えなかった。 なので今度はだいぶですね、単元とかの、えー、と力が強くなってくると、今度は、あのまあ、日本だと本質的学習場っていうのは結構ビットマンの有名ですけど、この辺はある単元を教えたくてっていうようなところで、そ,それを教えるためにどんな問いを出したらいいかっていうような話になってくる。あとは TDS、教授学的状況理論の基本状況とかも大体こういう知識の、まあ、サイズ感というか、えー まあそうですね主題レベルの知識はある程度決めた上でそれを教えるための問いみたいな話になってくるっていうことです。でさらに言うと,、えっと、日本の問題解決の授業っていうのは各,各時間に教えたい内容っていうのがあってそれを教えるための問いを決めるっていうことで、まあ主えっと、題材レベルももう決まっているとで。それを教えるためにどんな問いをしたらいいのかっていうことで、まあ、このようになってくるとだいぶ問いのステータスは低いわけですね。えっと、もう 大きな領域が前に決まっていてそれを教えるためにっていうことになったので探究を考えるときにもそのい,ろんないろんな問いがありえてその問いっていうのはあの知識のうん、まあ、ヒエラルキーというか、ね、どれぐらい問いが偉いかっていうところで変わってくるということですね。 でこう見ていくとあの、小作品の教授システムから、えー、遠いのし教授システムへの移行というのは、かなり大きなその教師の専門性の移行も意味するというふうに考えられます。で知識の小作品の、えー、っと教授システムをハンドリングしなければ、あと扱わなければいけなかった時代の教師の専門性っていうのは、まあこれ ブルソーの言い方ですけれども、えー、と知識の、まあ、再文脈化とか再人間化っていうふうに言われていて、まあ、これっていうのは数学者っていうのは知識を生み出していく、まあ、自分の具体的な活動からそれを理想化とか抽象化して、えー、と文脈を剥いでいくっていうのが仕事になってきてで生徒っていうのもそれと同じようなプロセスを踏むと。 ただ先生っていうのはそれとは逆にそうやって生み出された何というか無味乾燥な知識に文脈を与えて学ばせるようにするっていうようなこれがまあ教師の専門性でそして大事になってくるんですがまあこれからのえっとパラダイムのモットーでのまあ指導になってくるとまあこれは私の個人的な意見ですけれどもまあ教師の仕事も同じになってくるんじゃないかなと同じっていうのはまあ一緒に探求するっていうことですねだから探求する力っていうのが えっとより重要になってきて、だからある意味で数学者とか、えーっとまあ、生徒と同じような力が求められて、まあ、その時にどういうことが必要になってくるのかっていうのは、教師なりの短期というのは何なのかっていうのは、また考えなきゃいけないことなんですが、だいたいこんなような、割と大きな変化が起こるんじゃないかなというふうに考えています。 でここから、えー、SRPTE の話なんですが、えっと、普通の SRP っていうのはえ、教授システムがあって、生徒がいて、先生がいて、問いがあるっていうことなんですけど、えっと、SRPTE っていうのは、もうちょっと込み入った仕組みの教授システムですで。そのことを理解するために、ここで付随教授システムっていうのを、えーと が考えを導入したいんですが、付随教授システムっていうのは、教授シシスステテムムについて考えるシステムですここに教授システムがステークとしてあって、それについて誰かが考える。なので、ここは、えっと、授業研究なんかを想像したりとか、カリキュラム開発なんかを想像してもらえると分かりやすいと思うんですが、まあ、ここ授業があって、えっと、先生方が授業研究、授業を作ると、X ドットがあって、 で、これ、イドットは、まあうんまあ、指導上限とかで入ってくれる先生とかそういうのを想像してくれたらいいかなと思うんですが、こういうふうに入れ子状のシステムになってくる。で、教師教育の指導状況というのもある種こういうものになってきていて、s r p t e というのはこれの特殊なバージョンの一つで、えっと、私はここでこんなふうにモデル化してみました。で、まずステークとして探究の。 教授システムがあるとただ、そこでは、えー、中学校とか高校とかの小学校とかの生徒が探究するわけではなくて、ここはまあなので学生ですね、学生が何か数学の問いについて探究するっていうような、でこれはまあ教師・教育者ですかね私とかで。そういうシステムがあってで、さらにそれについてまた見るっていうようなことも同じ人たちがやると。 そういうのが SRPT のえとまあコアになってくる部分の仕組みかなというふうに思います。そう入れ子上のシステムがあって、後遺者が同じっていうのがまあ一つ特徴ですね。なので、ここではなんステークの移行、えっと、2つのステークを行ったり来たりするっていうことが起こります。 まずは生徒は学生はですね学生は数学的な問いについて何か考えるっていうような状況があるのと、さらには自分がその探究した、その探究の要素っていうのを分析するような、えー、と場面と、2つの場面が行ったり来たりするって。教授層っていうのは Q と、まあ、システム S の王冠が起こるっていうような。で、Q への探究の段階では、まあ、何か数学的な問いを、まあ、問いの探究を疑似体験して、 で教授システムの分析のところでは、それについて自分たちで分析してみるっていうようなことをやるっていう、まあ、こういうのが非常にざっくりとした、えっと、仕組みになってきます。で、そうするとですね、先ほどの SRP の,です、ねあ SR P のまあ、探究なんかが。うん 9の,の探究の場面の事例として使えたりするわけですね。私も実際、この、えっと、探究学生にやらせたりします。でまあ、ここからいくつかその私は個人的にそれなりに使いやすかった問いを紹介したいと思うんですが、まあ、あとはこれ、まあ、有名な例です、有名な問題ですけど、コンパスのみの作図で2、まあ、等分点を打てるかっていうので、まあ、これも、えー、っと、 自分だけでやろうとすると結構大変で思いつけないかな <laughs> 私は思いつけなかったんですけどただネットを見るとまあそこそこ出てきますしまあただそれ一目であの納得できるものではなくてじゃあなぜかっていうのをちょっと証明しなきゃいけなかったりするっていうのはまあこれも教師教育まあ学校数学レベルの,あの中学校ぐらい中学校の話で抑えられるのでまあその教師教育では手ごろな例になって なな探求題材になるかなと思いますで、えー、っと、まあ、これも有名な問題ではあるんですが、これは今度、統計の探究ですね。えー、まあ、2色のボールがあったところから見ないで5個取って、不透明なボトルに入れて、その中身を当てようっていうような、で、1回に1個しか取り出しちゃいけなくて、取り出したら戻すっていうようなことを。 復元抽出をやってっていうような、えー、と探究をやらせるっていうの。で、これについても、じゃあ、1色しかない場合と、ね、他の色が1個入ってる場合、どうやって識別するかとか、まあ、そういうような問いの探究ができてきて、まあこえー、とさっきの探究だと、まあ、1回分の講義とかでいいかなと思う1、2回あれば1回で十分ですかね。で、これの場合は、 あの半期ぐらい使ってちゃんと探究できる、まあその教授分析の部分も含めて半期ぐらい使えるような題材になってきます。で、まああとは、えっ、ー、と、まあこれも私よく使っていて、その平行四辺形になる条件っていうのを考えるっていうなまあこれも浜中先生の事例なんですけど、まあ中学校で平行四辺形になる条件。 やりますけれども、まあ、もっといろいろ考えたときに、それはどうなってるのかっていうのを考えていってっていうようなことで、本当になってるのか。で、これ、証明とか、まあ、判例作るとか、まあ、あと、入り法なんかも出てきて、そこそこ手頃な探究が、えー、とやらせられる題材になっています。<laughs> で今のがその, Q の,、Q、の局の方なんですけど、じゃあ、教授システムの分析についてはどうなのかっていう話で、まあ、これは多分あの、それぞれの先生の専門性を生かしてやることになるのかなと思うのですけど、まあ、私の場合は ATD 使っているので、まあ、ATD の理論がいろいろ教授分析に使えるので、それを教えるというようなことになっています。 ただ3つぐらいの主な問いが出てくるので、あの自分たちはどのような探究を行ったのかっていうのを説明するときには、まあ、ATD だったら QA マップとか、まあ、これから話しますか、ヘルバルト図式、これはもう出てきましたね。あとプ,レプラクソロジーとか、まあ、そういう道具を教えて使ってもらうっていうようなことができる。で、えーっとまあ、その問いの探究はどのような内容に関わるのかっていったときには、まあ、カリキュラム分析の視点が出てくるので、まあ、天地の話とか、まあ、ちょっと生態学的な話が出てきたりとか。 また実際にどう授業を、ね、自分たちがやってみたけど、じゃあ本当に中学校とか高校でやったらどうなるのかっていうのを考えたら、今度は、えー、ともっとちゃんと社生体の分析が必要になってきて、まあ、契約の話とかパラダイムの話とか、そういうのが出てくるっていうようなことです。QA マップっていうのはあの非常に簡単なもので、あの自分がどんな問いを生み出したのかってのと、それに対してどんな答えをしたのかっていうのをどんどんあの樹形図みたいに書いていくっていう。 ものですまあこれは非常にシンプルなものなので大したレクチャーとかもなく先生がちゃんと書ける,書けるかなという,うに思います。また点値ですね、探究。まあここは私があの実際にその SRPTE の教授分析の場面で使わせたら結構便利だったなというものを紹介してるんですがもう1個紹介したのは教授点値で、まあ、学問数学 学校数学っていうのは違うもので、えー、とある種、その学問数学に編集を施したものが学校数学なんですよっていう見方なんですけど、まあ、これっていうのは、まあ、言われれば当たり前、まあ、ちょっとその数学得意な人はちょっと抵抗のある見方かもしれないんですけれども、まあ、ある種、こういう見方もあって,っていうのを視点を与えてあげると結構あの使いやすそうにしているなという印象で,でその時考えるっていうのは 作品が学問数学において何なのかとか、学校数学において何なのかって、まあ、定義の話とか定義が変わることはよくあるので、まあ、定義はどう変わるかっていうのと、まあ、あとどんなところに存在しているのかっていう、どの領域にあるのかっていうのも学問数学と学校数学では変わったりするので、まあ、その辺っていうのは、これ生息地って言ったりしますが、まあ、生息地がどこなのかっていうのを考えたりするって。 またそれが何のためにあるのかっていうのも、学問数学と学校数学では変わったりするので、まあ、それを考えたりするっていうのも、えっと、まあ、これ、ニッチって言ったりしますね、ニッチ。で、ニッチがどう違うのかっていうのを考えたりするっていうのと、うーんちょっと抽象的ですね。えーまあ、例えば、その確率だったらですね、えっと、まあ、確率の学校数学の定義は、どんなふうに定義するんですか、まあ、ある種の数値として定義されますよね。 で一方で、学問数学だと、まあ、ある種の、まあ、写像関数として定義されて、まあ、だいぶ定義変わってくるわけですね。で生息値についても、学校数学だと,うーん、まあ、と、統計なり、組み合わせ論なりが生息値になっているような感じですけど、まあ、学問数学、まあ、特にピュアマスだと、まあ、解析に入ってきたりすると。うん、で、ニッチについては、 うんまあ、学問数学だったら、まあ、確率は本当に研究対象になってきますが、まあ、学校数学だと、まあ、研究対象というよりは、まあ、統計に使われる道具であったりとか、まあ、組み合わせの応用先っていうような感じの、まあ、そういったニッチになってきたりとか、まあ、いろんなそういう違いが出てくるのでそれを見るといろいろ学校、えー、と探究について分かってくるという。 SRPT、えっとまあ、っていうのは基本的にはその探究型の数学教育に対応するための専門性をつけるために効果的なんじゃないかっていう話なんですが、まあ、ちょっとした副次効果もあるかなと思っていて、まあ、よくその教,教師教育の問題として言われるのがダイダクティック・ディバイドっていう現象があって、えっと、それというのは、えー、教師教育において専門の学びと教育学の学びがもう完全に分かれちゃうっていうような話で えっとまあ、ここではその教授、パラ不、えー、随教授システムのモデルで、まあ、書いてみたんですけど、まあ、一方では、まあ、生徒とか先生が消えちゃうような、まあ、ハートだけをひたすら深めていくっていうような、あんまりその教室と関係なくっていうようなものと、まあ、これ数学のシステムなん、えー、数学の学びをこう想定して、数学の講義を想定してますが、まあ、もちろん極端な例ですね、イデアルタイプとして出していますで、えーっと。もう一方で あの数学についての学びのは消えちゃって、指導法ばっかりやるというような、そういうようなシステムが一つあって、それが分かれちゃってて、その結びつきっていうのは、学生勝手にやってくださいっていうような話で,で、学生はできないという、こういうような状況があるんですけど、SRPTE の学びになってくると、これ、両方関わってくるので、えー、その辺の制度的な克服にもつながるんじゃないですかなっていうのはちょっと,、えー、と個人的には考えています。 これはあんまり話さなくてもいいんですが、まあ、一応 SRPT を研究し,しようという立場でやっているので、そうしたときにはもう一個上のシステムが出てくるわけですね。SRPT について考える我々というのが出てきます。でで特に、えっとまあ、ここで起こりがちなのは、SRPT で教える人と SRPT を行う人。 えっと、デザイン研究する人が同じになるっていうことですね。色ついてるとか同じだ。で、こういうことになってくるとよく起こるのは、研究と介入の区別がつかなくなるっていうことで、研究対象として見るっていうことと、改善したいっていう気持ちが出てくることが非常にごちゃごちゃになってきたりするんですね。ただそれっていうのは、研究にとっては良くなくて、ちゃんと警戒しなきゃいけない。でそのためには えと今日奇妙な記号をいっぱい出してきましたけど、やっぱり理論が非常に大事で、あの気をつければなんとかなるっていう簡単な話ではなくて、でどうやって気をつけるかっていうので、理論が非常に大事。で、教師教育っていうのは、とても複雑な仕組みなので、まだ理論っていうのはあの足りなすぎるかなっていうのが個人的な印象です。でもう終わりますが、であと、まあ、ちょっと ATD について少し話しますけど、まあ、ATD、まあ、これひ、しばらく。 人の理論だっていうのが多分一般的な理解だと思うんですけどまあシュバラールの理論っていうのは非常に何というかえっと、えー、なというか一部代表を取り出して言ったらまあシュバラールの理論なんですけど別に彼が1人で作ってるわけではなくてあのコミュニティがあって、えっと、そこで理論が練り上げられてまあどんどん今世界に広がってるし練り上げられていってるというような状況にありますまあ研究って言ったら集団的な痛みっていうのは ある種当たり前だと思うんですけど、実際に、ね、彼だけの理論ではなくて、みんなで作っている理論っていうのは強いです。特に今回で、えー、と出てきた付随教授っていうような見方なんてのは、これシュバラールが作った言葉ではないですし、彼自身もこういう概念っていうのは基本的には使わないですね。で彼は全然使わないけれども、理論の中であの、まあ、根付いてどんどん発展しているっていうようなものの代表例かなと思います。で、まあ、その まあ、中心的な人たちとして、まあ、カール・ウィンスローとか宮川先生とかがいるっていうような。うんで、まあ、これ最後のスライドですが、まあ、あとは、まあ、ディスカッションのネタになればいいかなと思ってちょっと出したんですけど、まあ、ちょっと SRPT に関わって、えーっとまあ、面白そうな問いっていうのを2つ挙げてみました。な今が教,師教育で探求とか どんどん言われてますけど、じゃあ探求というふうに言ったときに、どんな新しい講義が組まれて、そこで何が起こっているのかというのは結構ちゃんと調べなきゃいけないことかなと思います。あと、別にこれまで探求がなかったわけじゃなくて、卒業研究というのがあったはずで、まあ今もありますけど、じゃあそこで一体何が行われて、どういう専門性がとか、そういうのをえっと、教授学の、教師教育の教授学の大事なといいかなと、特に探求に関わっているの。あとは、あの、SRTPD を ね、どうすれば促進できるかっていうようなことで、まあ、2つぐらい大きな可能性があってまず面白い問いがなきゃあの話にならないのでここではやっぱり内容学の先生方っていうのは非常に大事な役割を果たしてくるんじゃないかっていうことを一つ個人的には考えてみますであとはパラダイムが大きく変わるのでその時に、えー、っと大事になってくるのは理論ですよねやっぱりあのどうしても経験っていうのは昔のあの なんというか、これまでの経験で話をつけるということ、でも新しい世界になるので、そこで新しい世界について語るというのは理論になってくるので、まあ、理論もますます重要になってくるんじゃないかなというのはちょっと考えているところです。以上になります。ありがとうございました。